の話？未来の話。朝日生命の安心介護は要介護1以上に認定で、その後の保険料はいただきません。だから満足度ナンバーワン、安心介護。カノさん入られます。よろしくお願いします。そうです、今乗ってるって保育所でおっしゃってまして、あの最初歩いてたのちょっとあそこなんですけど、飛び石をちょっと順番で、うん、今回はセットでの撮影だったんですけれども、あの世界観を表すためにこう風をよくあの使っていて、普段あの風の効果っていうのはその専門の方がいらっしゃるんですけれども、あの演出部の方があの風の担当をされてて、あのそれだけその風の役割が演出に近いところにあった現場で、あのすごく上手でびっくりしました。なんか風が上手くなるまではあの5年ぐらいかかるってメイクさんに聞いたことがあるので、あのもういつメイクさんの風担当になってもおかしくないぐらい上手だったんで、すごいなと思いました。今回はその演出家の監督もカメラマンさんもチーフの方が女性 で私もあの出演で女性で、なんか女性のこう柔らかさがこう CM の世界観にあの反映されるかなと思って、あの、はい、これまでの朝日生命らしさとまたちょっとこう新しい部分があの
映像に反映されるかなって思いました。CM の映像の世界観との心に響く歌詞と音楽で、そしてどうして私がこう飛び石を飛んでいくのかっていうことが CM の最後に分かるので、そちらにも注目していただけたらなと思います。ありがとうございます。本当にこんなに最初にお話しいただいた時は私はまだ19歳で、もうこんなに長い間お世話になれることなんて本当に光栄だし、当時私は大阪の朝ドラの走らんかっていう朝ドラがあったんですけど、それが全部終わって東京に帰るっていう時に今度朝日生命さんの広告のお仕事でお世話になれることになってっていうのを聞いたと思うんですよ。で、自分にとって大きな仕事が終わってまたこう新しいこう出会いというかを、なんかこうそんな立て続けだったので、それがすごくこうなんかそんな10代の自分にとってはとっても大きなこと で、自分ももう結婚して子供も生まれて25年まさかお世話になれると思ってなかったので、本当にありがたいことですし、自分もそのなんか一生懸命自分の仕事をする時期と結婚して子育てが始まって仕事との両立を今模索してるっていうライフステージが変わっていく中で、こういったこう人生を考える商品のお手伝いをさせていただけるっていうのはその時その時で感じることも違いますし、ありがたいなと思ってます。山下達郎さんらしい音楽と君となら分かち合える生きることの喜びをという、 こう歌詞を含めて、もう家族だったり友人だったり周りの人のこう身近な人の大切さを感じることができましたし、今回の CM の CM にぴったりの素晴らしい楽曲だなと思いました。今回の CM のメッセージもありますけれども、未来のことを考えるようにしています。介護や保険のこともそうですけれども、どういう生活をしようかなとかライフプランをいろいろと考えています。すごい時代に生きてますよね。本当に人生100年というとまだこう折り返し地点にも来ていないっていうことを考えると、100歳まで続く人生のライフプランを考えるのはもうなかなか難しいことではありますけれども、せっかくなら元気に長生きしたいなと思いますし、運動を心がけたりとか、あとはブロッコリーを食べるように意識してます。なんか手のひらサイズの野菜を毎食食べられたらいいなと思って、毎食じゃないんですけど、なんとなくトータルでそういうふうに食べられたらいいかなと思います。で、信長の時代って人生50年ですよ。それを思うと、なんか私娘とか息子がもっと小さかった時に1日が24時間で本当に足りないと思ってた時に、ああ1日が48時間あればいいのにって思ってたんですけど、なんていうかこうかつては50歳までの人生だったことだったのが100歳までなったっていうことは、それと似たような状況ですよね。だからこのラッキーをこの世代みんなで分かち合ってというふうに思います。今回の CM の中で、介護は老後の話ではなく未来の話というメッセージがあるんですけれども、私も改めて未来のことを考えることっていうのはとっても大事だなと感じました。保険を含めてこの CM が皆さんにとって未来を考えるきっかけになればいいなと思っております。あとは飛び石を飛んでいくシーンにもご注目ください。介護って老後の話？未来の話。朝日生命の安心介護は要介護1以上で、その後の保険料はいただきません。満足度ナンバーワン。